水虫は、カメムシ目水虫科に属する水生昆虫である。多くの水生カメムシ類が、釜状の前足を持ち、鋭い口の捕食者であるのに対して、水虫類は、藻類などを食べるおとなしい虫である。おおよそ1センチメートルに満たない小型の昆虫である。中でもチビ水虫は、さらに小さく、3ミリメートルほどしかないが、その他のものは5ミリメートルを超えるくらい。 大抵は7から8ミリメートルである。体は前後が丸くなった長方形で頭も胴もほぼ同じ幅である。ただ、チビミズム種類はやや楕円型をしている。また、背腹方向にやや扁平になっている。頭部は幅広く左右に大きな腹眼がある。触角は目立たない。下面にある口は吸い口ではあるがごく短い。前胸とそれ以降の胴体とは 幅がほぼ同じ。成虫では胴体の背面は羽で覆われる。背面はツヤツヤして水を引く。前肢はごく短く釜状というよりスプーン型である。中足は長く先が鍵状になって体を器物に固定するのに使われる。甲子は長く先がオールのようになって遊泳用に使われる。また前肢の部分に発音器官があり。 短く鋭い音を立てるものがある。卵は水中の水草の茎などに産みつける。幼虫は体がやや短く羽がない以外は成虫に酷似している。多くは浅い穏やかな水域に生息する。チビミズム種類には流水に生息するものもあり、浅い河川の底に多数がいるのを見ることがある。また、チビミズム種類にはオスが 体の一部を擦り合わせて発音する種がいくつも知られており、晴れた気温の高い日に浅い水たまりなどに黒チビミズムシのようなチビミズムシ類が群れているところに顔を近づけるとシューシューとあたかもガス管からガス漏れしているような音が聞こえてくる。普段は水中を泳ぎ回って暮らすより、推定にじっとしていることが多い。泳ぎは素早く短時間で移動すると、 また推定に体を固定するというような動き方である。外見では似ていても松ム虫のように長時間にわたってゆっくり泳ぐというようなことはない。成虫では背面にたたんだ羽の下に、幼虫では覆面に密生した毛の間に空気を保持して呼吸しているため、何かに体を固定しないと浮いてしまう。多くの水生カメムシ類が強力な捕食者であるのに、対してこの類は、 そのような面が少ない。溝のしミズムシのように一部に、ボウフラのような小型の水生昆虫などを捕食するものもあるが、多くのものはせいぜいワム虫程度の微小動物を捕食したり、単細胞の藻類や四上藻類のような微生物の細胞に顔面からわずかに突出する塩水系の興奮を突き刺して、原形質を摂取する。そのため、浅い水たまりのみ底にしがみついている個体を、 観察すると、スプーン状の前足で盛んに泥の表面をすくい取るようにして餌をあさっているのを見ることがある。いくつかの属があるが、チビミズムシ属を除いてはいずれも外見がよく似ている。上、同族の種も多いので分類は難しい。日本では約30種が知られているが、未記録種も存在しているものと考えられている。また、一部のため池に生息する種は、 生息地が減少しているため、絶滅を危惧されている。ここでは、日本産の普通種の一部を挙げるにとどめる。他の水生カメムシのように魚を襲うこともなく、経済上や人間社会に直接は、全くの無害無用の昆虫であるが、水虫を使った遊びがあり、その面では有用とも言える。水虫は、風船虫とも呼ばれるが、夜間に明かりに飛んできた水虫の中で、 比較的大型のものを使う遊びの中で生まれた別名である。水虫は水中を泳ぐとすぐに水底に足でしがみついて体を固定する。そうしないと呼吸のために保持している空気の浮力で浮いてしまうためである。そこで、まずコップに水を入れ、色紙を小さく切って沈めておく。その中にこの虫を入れると水虫はすぐに水底に潜り、 色紙に捕まる。すると、虫は紙を持ったままで浮いてくる。水面に達すると、水虫は慌てて、再び潜り、また別の色紙に捕まる。するとまた紙と一緒に浮き始め、虫が離れた紙は沈む。これを繰り返すため、やがてコップの中は浮かぶ色紙、沈む色紙と、様々な色紙が舞うようになるのを見る遊びである。 髪を掴んで浮いてくる虫がまるで風船のようだというので、これを夫婦な虫というようになった。このことはよく子供向きの本にも紹介されているので、現実の現代生活で親しまれている、実体以上に有名になっている模様である。日本国外においては、この類を食用にする例がある。メキシコでは、この類のコロシエラ SPP やクリスサチャリキサ SPP の卵を、 泡渡ると呼び、食用にしている。産卵期に、足の茎の束を湖に沈め、これに産卵させる。足の茎が真っ白になるほど卵がつくという。これを乾燥させ、そのまま食べるか、豆の引き割りを混ぜて食べる。ウィリアム・エルファード・リーチズ・ロジスト・アイド・ウィン・エス・リーチ、ハット・フリエッタ・ラモス、イロード・ウィー、スレットンド・エディブル・インセクツ・イン・イダルゴ。 メキシコサムメジャーズ2プリザーブゼム。2021年4月17日閲覧。ありがとうございます。